お待たせいたしました。バンテリンドーム名古屋です。中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズ、このゲームの模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発は右の福谷、対するスワローズの先発はエースの小川、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の福谷マウンドに上がります。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは塩見。背番号9。はい、第9、低めストライク。投球これから2球目。打った、これはいい当たりだ、抜けた。塩見ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9、塩見スタート、これはストライク、これは楽々セーフ、盗塁を許します。リプレイをご覧ください。投球これから2球目、アウトコース低め、ボール。第3球を投げた、あーっと、ショーフライになった、ファルボール。追い込んでから投げた、スリーバント、ピッチャーの左へ転がした、アウト。ランナー三塁に進みました。ドラゴンズなおもピンチが続きます。背番号第9、投げた、あっと引っ掛けた、福谷ボールを掴んだ、バックホーム、間に合うかどうか、タッチしてアウト。ツーアウトランナー一塁に変わります。バッターは4番村上。村上背番号55。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第9、決まってストライク。第2球投げた、見送ってボール。投球はこれから3球目、ストレートはボール。投球これから4球目、打ちました、センター前進、掴んで、これで3アウトになります。福谷ワンアウト3塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。ドラゴンズ大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。2回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは中村、ストレート見送ってストライク、いきなり151キロ、投げた、アウトローへストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、ボール。次は4球目、投げました、ボール。投げました、縦のスライダー、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。第9、投げました、ツーシームはボール。投げました、見送ってストライク。第3球を投げた、ボール。ドラゴンズここは引っ張りに警戒します。打った、投球これから5球目、打った、ファーストの横、ビシエド取った、ビシエドそのままベースを踏んでアウト。右バッターボックスはオスナ。オスナ背番号13。第9、初球引っ張った、三塁線切れてファール。さあ、次の投球、ボール。第3球は打ちました、阿部ボールを取る、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。福谷この回きっちりと3人で抑えています。2回の表が終わって0対0です。3回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは長岡。第9、投げた、低め外角ストライク、まずは決めてきました。投げた、2球目ストライク、これで追い込みました。投球は3球目、投げた、打ちました、ファール。投球これから4球目、ボール。さあ、投球は5球目、打った、ファールボール。さあ、6球目、投げた、ボール。第7球を投げました、打ちました、長岡追い込まれていますがファールで粘っています。投げました、アウトロー際どい球、ボール。第9球を投げました、胸元外れてフォアボール。いきなり歩かせてしまいました。バッターはピッチャー小川。背番号29。第9、外角高め、外れてボール。第2球投げました、あーっと、ショーフライになった、取りました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。
第1球投げました。内角低め、ツーシームは外れてボール。投げた、低め見送ってストライク。第3球を投げた、アウトコース低めストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、外へ逃げるスライダー、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げた、初球流し打ち、レフト前ヒット、一塁ランナー三塁へ向かう。レフトからサードへ、アウト、タッチアウト。福谷、最後はバックに助けられました。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは山田。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。第1球投げた、打ちました、初球打ち、抜けた。山田、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは4番村上。第1打席はセンターフライに倒れています。まずは1塁牽制、タッチセーフ。第1球投げました、ストライク、いきなり150キロ。第2球スライダーボール。投球はこれから3球目、投球ボール、ボールを2塁へ送った、これは悠々セーフ、盗塁を許します。第4球を投げました、ボール。さあ、投球は5球目、空振り、少し迷ったか。さあ、6球目、アウトコース低め、見逃し三振。先ほどのプレーです。バッターは5番中村。大きな声援が届いています。外れた、ボール。第2球投げました、ストライク。投球は3球目、投げました、打った、三塁線ライナー破った、ヒットになります。山田、三塁回った。これでゲームが動き始めました。1対0。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターは6番青木。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球、2球目ストライク、これで追い込みました。追い込んで第3球を内角低めいっぱい、見逃し三振。第1球初球ツーシーム、空振り、タイミング合いません。さあ、次の投球、これもしかし空振り。投球は3球目、投げました、外を際どい、ボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、外側いっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。4回の表が終わって1対0。福谷、とうとう打たれてしまいました。5回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは長岡。第1打席はフォアボール、ファール。投げた、決まった、ストライク、これで追い込みました。追い込んでから第3球をボール。さあ、4球目、見逃し三振。さあ、リプレイです。バッターはピッチャー小川。第1球ストライク、タイミング合いません。第2球投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、ボール。次が4球目、投げました、ボール。第5球投げました、流し打ち、どうだ。ビシエド掴んだ、アウト。ビシエド、そのままベースを踏んでツーアウト。打順はトップに帰って塩見。第1球投げました、インコース低めいっぱい、ストライク。まずは入れてきました、投げました、打ちました、ショート右の当たり、抜けた。塩見、ナイスバッティングです。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは2番山崎。これが3度目のバッターボックス。まずは1塁牽制、1塁タッチセーフ。第1球ランナースタートを切った、キャッチャー2塁へ送球、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。リプレイをご覧ください。第2球投げました、ストライク。第3球を投げた、内角低め見送ってストライク。第4球を投げた、打ちました、三遊間のゴロ。サードから1塁送球、アウト、3アウトチェンジ。福谷、
打に2アウト2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。5回の表が終わって1対0です。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回の先頭バッターは山田。第9、投げた、打った、ファールボール。ドラゴンズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。引っ張った、スタンドに入りました。ファール。第3球を投げた、一つ外してボール。第4球を投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。第9、投げました、初球見送ってストライク。いきなり150キロ投げました、打ちました。ボテボテの当たりはショートゴロ。三ツ俣、ボールを掴んだ、一塁セーフ。記録はヒット、記録はヒットです。先ほどのプレーです。バッターは5番中村、今日3打席目。投げました、ストレートはボール。第2球、村上走った、打ちました、ヒットエンドラン。ピッチャーは正面、2塁セーフ、アウト。ツーアウトランナー2塁に変わります。左バッターボックスは6番青木、今日はファーストゴロと三振。直球ストライク、アウトローへ。まずは決めてきました、危ない球。第3球、3球目ストライク。投球これから4球目、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。福谷、ツーアウト2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。6回の表が終わって1対0です。ドラゴンズ敗れました。ただいまの試合はスワローズが勝ちました。勝利投手小川、西武マクガフ、敗戦投手藤島でした。さて、今日のヒーローは勝利投手の小川。本当に今日は大活躍でした。